おはようございますこんにちはそしておやすみなさいこれは日本の皆さんへの挨拶ですザキことザックことアイアムザキことルフルエンジのプレイステーション5ですフランス語ではフレンチビッグゼッツ日本語ではスパフレンチビッグゼッツみんなさん私ハはザキさんザキ先輩ザキ先生あなたがこのビデオを見ることができるのは私の声を日本語に翻訳してくれる人工知能の技術のおかげですこの技術は素晴らしく 私の声を日本語で聞くことができるのでとても興奮しています。日本のクモ房プロダクション、日本のチムに大きなエールを送りたいと思います。なぜなら彼らはです。ストランディング、散歩作、最初の散歩差の反復の次のゲームであるです。ストランディング、イーローを一生懸命作っているからです。このビデオを世界ではなく日本人であれば、 日本国内そして日本で見てもらえることをとても嬉しく思います皆さんにお知らせしたいのですが私は今ドラゴンボールルゼカカロットをもっとプレイするために頑張っていますドラゴンボールズカカロットは DLC ですそのゲームの素晴らしいキャラクターたちと素晴らしい会話をするために頑張っていますいつものようにシュプリム界です ビアス、ブクー、ベジタ、ムファン、モテン、トランクスなどなど素晴らしいゲームだし僕たちはキャラクターについて話すのが大好きなんだファスト、アンド・ザ・フユーリアスをはじめ素晴らしい映画を日本語で見ているバットマン・イント・リロジも日本語で楽しんでいるだからもうすぐ日本から日本語で公開されるバットマンのアニメにとても興奮しているんだ とてもエキサイティングなニュースがあるんだ。トランディングをまだ日本語でプレイ中でまだまだミッションはあるんだけど全言語でプレイしているよビッグサプライズがあるんだ <noise> すみませんサイバーパンク以前記事記とファントム・リバティの DLC も私は日本語でプレイする予定です。 メタルギアソリッド V も私は日本語でプレイしますこのプレイはグラウンドゼロズとファントムペインの両方に及びますもちろん私はセイコージャパンの時期を春につけていますそれは SEIKO ジャパンの時期です英語版のアヌビスはすでに急破しましたが日本語版のアヌビスを倒すことは世界犬難しいボス戦となるでしょう 日本の人々は基本的にはいつもそれを当然だと思い真剣ではないと思わず真剣だと感じないことがあります日本で生まれたすべてのインスピレーション素晴らしいアニメや映画クールなものたちが私たちに非常に大きな影響を与えています アニメや映画クルな者たちが私たちの想像力や考え方に対して異なる視点を提供し私たちの人生にせぐりを与えてくれますそれらは私たちの心に刻まれる記憶となり未来にも続く魅力です重要なのはそれらの作品を深く理解し真摯に味わうことですそのことを心に留めながら サイバーパンク二前期磁器とファントムリバティの DLC メタルギアソリッド V を楽しんでプレイする予定ですその回心地よい実地愛のうが私の冒険に抜け道を示してくれるかもしれませんしかしながら私たちは日本の将来の確信を持っていますそのため日産に住むは努力を嬉しまない努力をしています 他ののの自動車会社のもものよりもずっと未来的だ。そう私はドイツのエンジニアリング社も大好きだが日産に住むはとてもパワフルだ。二0無次年の未来からスカイライン GT-R を見せてくれた。 また JDM のゲームは後文字 D と同じようなゲームになるけど僕らのゲーム級の中に入ってくるからそのゲームがどんどん強くなっていって最終的には後文字 D と MF ゴストのような日本語の声優が出演して英語の字幕かフランス語の字幕がついて。 後文字 D と MF ゴーストのストーリーの中にいるような感じでプレイできるようになるといいね。素晴らしいものになるだろう。すごく楽しいよ。さてみんなさっきも言ったようにこのビデオはあまり長い期間できないんだ。 えー、でこのテクノロジーには興奮していていずれ自分自身で日本語を学ぶのに役立てたいと思っています、えー、特に重要なテクノロジーだと考えています、えー、私は日本語を少し学んでいて現在小説「戦闘優勢工夫のら」第3巻を読んでいます漢字は難しいですがもし作者が第1巻第2巻そして第3巻を英儀してくれたら嬉しいです <laughs> 今回のビデオもとても楽しみです 時間が十分ないためもっと日本語のビデオを録画したいですとても素晴らしいことですし楽しみにしていますただ今すぐに翻訳を始めましょうビデオを短くして翻訳を早く進めましょう仕事はまだ残っていますがブッククラブでのガンダムの読書も楽しみです日本ではガンダムシリーズは急に読まれていると思いますがフランスやアメリカではまだ始まっていません しかし私はブッククラブでオリジンストーリーアサースの習慣を読んでおりこれからも読み続けたいと思っています日本の若い時代はまだガンダムを知らないかもしれませんが一緒に読んでみましょうきっと素晴らしい体験になるでしょう小島監督の新作です「ストランディング2」にもとても期待しています 来月開催されるゲームズコムや東京ゲームショウでの展示も楽しみですそしてヒッグスを倒したいと強く思っていますサム・ポーター・ブリッジスとしてヒッグスに立ち向かうのを待ちきれませんきっと素晴らしい結末になるでしょうまたドロブリッジも素晴らしいです続きが楽しみですドロブリッジは信じられないほど素晴らしいですでは皆さん 愛していますさようならそして次回まで今日はカリフォルニアの太平洋時間では朝の5時ですが日本の皆さんには素晴らしい翌日を過ごしてほしいです RGG スタジオとセガジャパンのヤクザゲムーマルシリーズはまだプレイしているので心配しないでくださいもし RGG スタジオのシャツが作られたら絶対に買いたいです またセガのシャツもいいですね皆さんは素晴らしいですあなたたちの努力に感動していますあ,ありがとうございますジャパン日本ナンバーワンすごいすごいそしてあパレスチナの人々を尊重してくれた日本の人々に本当に感謝します私にとってはとても意味のあることです本当に嬉しいそしてパレスチナの人々にしたのと同じような敬意をアフガニスタンの人々にもしていただけたらと思います アフガニスタンという国はアメリカが戦争を仕掛け国を破壊しそして再建しなかった国です。あなたがパレスチナにしたのと同じレベルの景気をアフガニスタンの人々に与えてください。私は今アフガニスタンの人々にもっと景気を払うようクナモショーやオルセイ美術館と懸命に取り組んでいる。 私は何年もの面、完全に形成され無視されてきましたパレスチナで見られるような大量虐殺と同じレベルでアフガニスタンの人々は数年の矢に白末人以上の人々を使いました多くの人が亡くなっている他に何と言えばいいのか分かりませんでももしアフガニスタンの人々のためにビデオを撮ってくれるならそれはとても意味のあることです本当にありがとうございました そして日本に行く方法を見つければいずれは東京や北海道に行けるかもしれませんですがショーマンプロダクションやセガ RGG スタジオとの会議のためには東京に行かなければならないので頑張りますセガ RGG スタジオと話さなければならないフランスにはクモショーがあり日本にはきっとアーサイがある日本には 外務大臣でも何でもいい。そして外交問題やあれこれについて話さなければならない。それにもし日本に行くことができたら、公客機動隊のバートさんの声優さんたちとも話せるし、待ちきれないよ。SAC2004-5 のシズンさんがとても楽しみです。きっと素晴らしいものになるよ。だからきっと素晴らしいものになるよ。そして日本の皆さん、知っていると思う。ZIPN No.1 No.1 ニツ No.1 No.1 そうそう、なんかワイルドスピードには噂があるんだけど、 いずれサイドストーリーとしてやはり東京ドリフト東京ドリフト鳥路地東京ドリフト鳥路が作られるらしいんだつまり東京ドリフト1位ラリーをリメイクして東京ドリフトミノと東京ドリフトサンダルを作るかもしれない東京ドリフトシリーズの全3部作になる可能性はあるその噂は聞いたことがあるビンデイゼルはあまり発表したからないけどとても重要なことだと説明するよ 重要なことって日本語で何て言うの 東京ドリフトトリロジーができるんだきっと素晴らしいものになるよそうだねとにかくこのビデオを楽しんでもらえたら嬉しいそれではまた次回またねぜ SACKLOTCOFEE、e、ウェブサイトを楽しみください Google 翻訳に入れれば英語のウェブサイトを読むことができますまた私のつまり翻訳すれば日本語で LinkedIn にもアクセスしてください LinkedIn には私のウェブページがあり最新のレポートを読むことができます Google 翻訳で日本語に翻訳すればそれも可能です 地震について心配している人もいると思いますが、私たちは、私たちが話すことを望んでいます。ビアス様、スプリムレイ・カイ様、そして私たちはどうか何もかも平文であることを祈るようにします。そしていつものようにダライラマ、ダライラマに大きな挨拶をお願いします。ダライラマ復旧、とても重要な前奏、そしてもしあなたが日本の僧侶なら、私はあなたに大きな挨拶をしたい。そしてまた次回まで。それではさよなら。